ホワイトボードね、治りました。ホワイトボードは無事治りました。ちゃんと吊るすやつが来たので、上から引っ掛けて引っ掛けてで、なんと復活です。私のこのホワイトボードスタジオが、そう、でもまだ電気が来てないからちょっとあれなんですけど、頑張って戻しました。そう、もうね大丈夫です。ちゃんと引っかなんか針金みたいな、見えるかな、ほら上見える、ここ、こうやってクリッてやるやつで引っかけてあるからね大丈夫です。でそこ今見えないようにしてんだけどはい、こんばんはです。そう、ちゃんと机の上にね、なんか危ない椅子を置いてたんだけど、ちゃんと危なくない椅子をなんか置けばいいってことに気づいて、私違う椅子を置けばいいってことに気づいたんですよそしたらなんか普通に危なくなくできて、そう大丈夫になりました。ちゃんとです、復活祭、元気元気そうで元気ですよ怪我してないよ、洋服かわいい、みゆちゃん久々に来れた、いらっしゃい、おかえり。キャタツないよ、私が家にキャタツ持ってたらすごくない、ホワイトボード治ったよ、今日も仕事頑張ったぜ、ラブだぜ、お疲れ様だぜ。早口言葉はいい感じ昨日は NG 集を載せました。聞いてください、なんか最近っていうか服が届いたんですね。そう、頼んでた服が、展示会で頼んでた服が届いたんですよ。そう、いつだったっけな、展示会行ったの、でも冬だったかな、2月かな、2月ぐらいだったのかな、まあ、2月3月ぐらいに、そう、リサと確か展示会に行った時の洋服がね届いたんですよ。そう、まあ、展示会って大体そんぐらいに届くんですけど、そう、春服が、春服っていうか春と夏どっちもいけるぐらいの感じのがまあ届いたんですよ。そう、まあ、夏服かな言うて、わかんないな、どうだろう、まあでもいろいろ届いて6着届いたんですよね。それですごい、あ、インスタに載せたやつじゃない、あれはもうめっちゃ昔のやつで、そう、それで貯めてたんですよ、めっちゃ。そう、貯めてたやつを今少しずつインスタにアップしてるんですけど、本当にネタがどんどん切れて、そろそろネタ切れやばくて、インスタがそう、だからあれは結構前のやつなんですけど、それこそ3月とかぐらいかなのものなんですけど、まあそれでなんか届いて、一人ファッションショーとかをしてました今日今日は一人ファッションショーをして、そう、早く着たいなって思いながら、そう、でももうクローゼットがパンパンパン子さんでやばいです、本当に、もう本当になんかもうハンガーがいくらあっても足りんくて、そう、でもなんか新しくこうチェストみたいなのを買って、でなんか今までスカートも全部こういう、何、カチャカチャってやる、なんだろう、なんだろう、ハンガーで全部ねあれしてたんですけど、なんかそれを全部取ったんですよ。で全部スカートは全部じゃないけど、そのまあちょっとチェストに入れて、そう、3段こんぐらいのが3段あるやつでやってるんですけど、で1個はなんかレッスン着入れてて、でももうレッスン着 T シャツだけでその段が全部パンパンなんですよそれでなんかスカートも
結局全部そのチェストに入らなくて、そうそう、なんかちゃんとクローゼットなんですけど、ウォークインみたいなクローゼットで入れてるんですけど、もうやばくて本当に、え、なんかね、もう絶対に履かないスカートがいっぱいあるんですよしかも黒のスカートだけで10着ぐらいあるから、もうなんかあんまり変わらんのですよ。だからもう私ダメだなって思ってで、なんかロングスカートだけかけてるんですけど、でもロングスカート私あんまり持ってなくって、ロングスカートは7着ぐらいしか持ってないんですよ。だからとりあえずかけたんですよ。そう、本当にこれでもめっちゃ捨てたんですけど、本当になんかでもね、私いらないけど、もなんだろう、捨てれないタイプで、そう絶対履かないのに、でもこれでも捨てたんですよ何個も。だから本当に無駄なものを持っている気がして、今どうしようっていう。服もだけど、そっちのスカートのカチャカチャの方のハンガーはなんかいっぱい家にあるんですけど、そうけどなんかそっちは余ってて、スカートのハンガーはチェストに入れちゃったから。でも普通のこういうハンガーが、そうなんかいつかね、今度公開してみたいなって思うけどメルカリとか私物を売ったことがなくて、自分で。いやでもそう、なんかのいみーちゃんとかにもこうあげたいって思ったんですよ。けどなんかそんなにこうもらってもらえるようなレベルのものじゃないって思っちゃうんですよ。だからなんかメルカリって私が着てるやつか分かんないじゃん出品してても。だからハンガーが欲しくて今でも買うか迷ってて、でもなんか結局自分が捨てればいいんだって思ったの、正直。そうだからハンガーを買うんじゃない、自分がちゃんと断捨離をするんだっていう風に思いました断捨離をしようって。でもしたんですよ、これでもしたんですけどね。いや、キャータンとナータンもいっぱいお洋服持ってるから、イコラブみんなねお洋服いっぱい持ってるから、そう結構みんな服も多いと思います。本当にハンガー、中西千織さんがさ、こうやってハンガーやってたよね、なんか顔芸みたいなやつ。あ、でもお母さんにあげました服着るのかわかんないけど、もう絶対私はもう着ないなっていう服を、なんかね、でも私が昔着てた服、なんか今はもうワンピースとかばっかだから、でもこう昔着てた服が結構本当になんかモノトーンとかなんですよ。なので、うん、なんか私でもマミーの方が細いっていうか、まあそんな変わらん、まあ、同じぐらいで、でアンより5センチぐらい背が高い、5センチもうちょっとぐらい背が高くてなんですけど、まあ別に着れると思うからちょっと勝手に送りつけたんですよ。でその中にこういろんな自分のグッズとか、なんかあと、まあ、とりあえず使ってないものとかを大きいこんぐらいのね段ボールに1個にバンって入れて、そうで、なんかこう親戚、あとそれ自分の服っていうよりはなんかもう着ないけど、なんか私いとこがなんかちっちゃい子がいて、小学生の子とかもいるから、そっちにね、あんの全部回してるんですよ、服を。それでなんかテレビ電話で捨てる前に、これいるいらんっていうのやって、これいるって言って、いらんって言われたらはいって言って、いるって言われたら段ボールに詰めてっていうのをなんかやって、で、あの広島の方に送りつけましたそう、送りつけた。
やでもまだね小学生だからねちっちゃいくって、私のはまだ大きいんですけど、まあ、もうちょっとしたら。そう、で私が本当にちっちゃすぎて、ちっちゃい頃中1とか小5小6で私が着てた服をなんかもう5歳とかで着てるんですよ。でもその子もうちっちゃい方なんですよ。別に大きい子じゃなくて、どっちかといったらちっちゃい子なんですよ本当に私ってなんかそんなに自分でちっちゃいと思ってなかったんですよ。まあちっちゃいけどそんななんかレベルがおかしいほどちっちゃいと思ってなくって、私自分で。そう、本当になんかちっちゃかったらしくて、確かになんかもう昔のビデオとか見たら同級生の子がもう6年生なのに私が1年生に見えるみたいな、もう本当にそのレベルでマジ一人なんかちっちゃいんですよ。でなんかそういう風に今こう改めて客観的に自分を見ると本当にちっちゃいなって思うんですよそうだから私の服はだいたい昔のが特にちっちゃいので、今は結構まあフリーサイズでも少しは着れるようになったけど、本当にねちっちゃいんだなって自分のことをね最近改めて思ってます。そう、でも今はなんかそんなに別に正直昔ほど小さいって思ってないけど、そうなんかまあ昔はさ、なんだろう、こうまだまだ大きくなる年じゃないですか、小学生中学生とかって成長するから、なんだろう、周りの子との差っていうのがすごいあったけど、まあ今はもう年齢も22だからその成長とかないじゃん正直だし、なんか周りもなんだ、もう成長しきってる状態、全員が基本がそんなに、だからなんかあんまり感じないけど、昔はもうみんなが成長しているけど私の成長がビビたるものだから本当になんかやばいなって思いました。なんかね YouTube でなんか私のちっちゃい頃でも黒歴史のものもあるからちょっと嫌なんですけど、なんかね、なんて言えばいいんだろうね、私ね前見たやつが本当にやばかったんだよな。なんかアイドルに所属してた時の、あの中1からその広島のグループで活動してたんですけど、まあ、その前のやつも結構やばいけど、その中1の時の自分が結構やばいかな。そう、この期間さ結構 YouTube とか見ててさやばいなって、でもなんか昔の映像がすごい見たくなっちゃって、なんか広島に帰った時に次発表会とかの DVD とか私見るのすごい好きなんですよ。とかなんかオーディションの DVD とかが、スクールのオーディションの DVD とかいっぱいあって、そう本当になんかもう腐るほど見てきたんですよ私マジでめっちゃ見てきて広島時代のやつを、そう、あ、ずっとなんだろ、スクールに通いながらもうなんか永遠に見てたんですよ私。なんかもう自分のこと大好きなのっていうぐらい見てたし、自分のだけじゃなくてなんか本当にねいろんなの見てたんですよ、そのスクールの DVD を。それをなんかふと最近すっごい見たくなって、そう公開全然ねできるよそうけどまあ今はできないけど、別になんかそんな嫌だとかじゃない、私はそれは思い出だから。すごい嫌なやつもあるけどね、すごい嫌だ、やばい、これはちょっと下手くそだしもうやばいから、やばすぎるのは黒歴史って思うやつもまああるけど、けどまあ全部が全部じゃないからそうそう、だから広島から応援の時代から応援してくださってる方とかは本当になんか私の成長がすごい、なんだろう、うん、めっちゃ知ってると思う。でもこの中にはね多分ね本当に私の子供、本当に小学生小3とかから多分知ってくださってる方が多分この中に一人だけいるのよ
多分絶対今画面の向こうで、あ、俺だって思ってると思うんだけど本当にその方に多分私のことを聞いたらやばいと思うね。やばいですよね。本当に小さんからの私を知ってる方は多分一人だと思う。わかんないけどね。でも待って、多分ねコメントしてない今。あ、してるかも。そうそう、本当に本当にちっちゃかったと思うよね。詳しく聞きたいって、いやーダメです。秘密。今度レクチャーしていただこうって。分かってるの誰か。誰か分かってんの？絶対分かってないでしょ。多分分かってないと思うな、みんな多分違うよ。そう、まあ本当に首が痛い。わかんない、みんなが誰を思ってるのかわかんないからあれなんですけど。いやでもエコラブのイベントにもね来てくださったことある。わかんない、広島の握手会とかでファンの方が話してたりしたらあれだけど、わかんない。懐かしいな。なんかやっぱね、その私はすごい広島好きだし、なんだろう、今でもやっぱなんだかんだ地元の友達とかと連絡取ることがすごい多いから、なんかね、まあ昔って結構黒歴史が多いだろうけど、私もあるけど、スクールのことはすごい全体的に見るとすごい大事な思い出だし、今の私がいるのはもう本当にスクールのおかげだから、そう。でもなんかスクールにね、なんか写真が飾ってあるんですよ、私の。飾ってくださってて、あれこの話でもしたよな、前したけど。そう、前したんですよ多分ね、いつかのショールームで多分して、なんか私のそのスクール時代のアーシャみたいなのを飾ってあって、もう見せよっか、今日送られてきたから、そのちょっと友達から送られてきたんですよ。あ、でもこれはね、あのスクールのホームページに掲載されてる写真だ。やばくない？本当にこの顔がやばいんですよ。でもこれはもうね、別に公開されてるからいいんですよ、世に出てる写真だからもういい。それでなんか見たことある、見たことあるでしょこれ。そう、でも本当に嫌なんですよこの写真が。そう、それで、でもスクールに行ったらね、そのまあなんだろう、スクールはパフュームさんとか、まあベビーメタルさん、モーニング娘さん、乃木坂さんとか STU さんとか、他にもたくさんの卒業生の方がこの額縁に入れて飾ってくださってるんですよ。そう、ルルとかも、あのこの前マヨラボに来てくれたルルとか、まあみんなね飾ってくださってるんですよ。そう、それでなんかその額縁の絵が、絵っていうか写真がこれなんですよ。それで本当にもう昔の写真すぎて、イコラブに全然入る前だし、本当にブサイクすぎてもう帰ってくれっていうのを言ってるんですよ。そしたらその連絡が来て、でアーシャをちょうだいって言われたんですね。でなんで、私気分が乗ったら変えといてあげるって言われた。暇になったら変えとくからって言われた。から6枚目の、あ違う、7枚目のカメオのアーシャを渡しました。そう、面白いでしょ。だからいつか、でもね、スクール行ってもね、最近ね
もうなんか同世代一緒にやってた子たちがもうほとんどやっぱもういなくて卒業しちゃってて、そうだからね、もうお友達がいなくてスクールにそう行っても多分私が行っても誰やねんってなるんですよ。そうちょっと前まではこう仲いい子とかがまだ在籍してたからやっほー久しぶりってなってたんですけど、なんか今はこう行っても多分お前誰やねんってなるんですよ誰みたいななるからちょっと行くの緊張しちゃうんだよねでもなんか私が私ってなんか先生にねこう与えていただくユニットがあるんですよ、スクールの中で。でその時になんだろうな、普通だったら、まあ、大体同世代の子とかとなんか組むんですよ、ユニットとかって組まされるんですよ、ユニットとかって。でまあ私ももちろん同世代とも組んでたんですけど、なぜか私はこうちっちゃい子とこう、まあ、組むっていうことがすごく多くて、でなんでなんだろうねみたいななってて、すごい同世代の子たちで一緒にずっとやってる子たちはそっちやそっちで組んでるのに、私はこっちで組むんですよ。まあでもその時練習とかはまあ正直大変なんですよね。そうだけどすごいこう私が白雪姫でなんか小人たちみたいな、その私がもう高校生とかで、でもその子たちは小学生みたいな感じでこうやることとかもあったりして、まあでもそういう風にこうフューチャーしていただいてた、そういう場面でね。だからすごいありがたいことなんですけど、だって白雪姫で下に小人たちがいるんだよそうでみんな7人の小人がいてみたいな。でもその小人ちゃんたちが今大きくなって結構スクールを引っ張っている多分存在だと思うんですけど、そうだからそういう子たちは、でも言うて同世代じゃやっぱない、友達っていう感じでもないから、そう可愛い後輩ちゃんって感じだから、そうなんか同世代の子はあんまいなくて、まあ、同世代でもね組んでたけどね。でもなんか一回スクールの卒業生とか、でも先生が本当に変わってなくて、先生は Perfume さんを教えてらっしゃった先生なんですよ今でも。本当に先生がマジですごくて、そう結構名物の先生もたくさんいらっしゃるんですけどそう有名なね先生がいらっしゃるんですけど、でもその先生にもう歴代全員習ってきたっていう、まあ何人かずつボイスダンスとかモデルとかいろいろ先生がいらっしゃるんですけど、もう私も同じ Perfume さんとかをこう教えてらっしゃった先生にずっと習ってて、そう本当になんか恩師か恩師はどなたですかって言われた時に一番に思い浮かぶ先生とかやっぱいらっしゃるんですけど、そうなんかなんだろう、なんかね、そうそれで先生とか、そうでも東京でもこうご飯に連れてってくださったり、そうなんか事務局の方とかがなんだろう、その方は先生とかじゃないんだけど、そうこっちに来てくださった時になんかそう何ご飯に連れてってご飯行こうよって連絡くださったり、スタッフさんがとか、まあ行ったりももちろんするし、まあでもイコラブ入ってからもこう T シャツを私がデザインをねなんとさせていただいたり、スクールのでもそれは非売品で、そうファンの方が欲しいってめっちゃ言ってくれてたんですけど、まあでも非売品でスクールの T シャツを作らせてもらったりとかで、まあ少しイコラブとっていうかスクールと事務所の交流が、まあ、あるんですけど、そうなんですけど、なんか一回ね集まる予定だったんですよ広島で、もうすごいねいっぱい卒業生みんなと先生とでそういう会がなんか開かれる予定だったんですけど、まあ、私はもともとでも行けなかったんですけど、その会に仕事が入ってて、確かねツアーとかだったんですよ、そうこの今回のね
スイーティーパイのツアーで行けなかったんですけど、どっかの公演をしてたからなんですけど、結局コロナでそう流れちゃって、そうまたにしましょうってなって、そうできなかったけど、そうだからなんかまたいつか集まれたらいいなってすっごい思うんですけど、なかなかさ、もう広島か東京に大体まあいる人が多いんだけど、なかなかさ東京チームがやっぱ帰ってくるっていうのがね、まあ、なかなか難しいから、そう私もさ、でも大体そういうの土日、金土日のどっかで行われることが多いけど、大体金土日は私はさイベントしてるから、そうなかなかねやっぱ行けなくて、そうそういうのに、だからいつか行きたいなって思います。そうだね、なんかお正月とかかな、まあ、でもお正月もわかんないけど、そう行けたらいいなって思います。だから有給ないってアイドルに面白い面白い、同窓会っていう名前だった、行きたい間取って名古屋で開催すればってでも私同窓会は人生で1回しか行ったことないです。まあまだやってないからか、そんな人生で1回しか、まあ、同窓会まだなかったけど成人式の日の中学の同窓会だけ行きました。でももうイコラブ入ってたから、そうでもね、同窓会ってなんかすごいこう、まあ、二次会とか三次会とかよくわかんないけどあるっていうイメージだったんですけど、なんかすっごいいい子に普通に9時とか10時とかかなにマジで普通に家帰ったやばくないお酒も一滴も飲まずに、そう同窓会ってお酒出ないのかな、ちょっとよくわかんないんですけど記憶にもないんですけど、なんか今思うとすごいいい子だなって思った9時とか10時で普通に帰ってんだよね私、やばいよねホワイトボード復活しましたよ。全然普通になんか、でも成人式は友達と行って、まあ、普通にねいっぱいいろんなこと写真撮ったんですよ。そうめっちゃ写真撮って、まあ普通になんか中学の子、小学校中学校高校とさ、そう集まるじゃないですか。でまあいろんなところで写真撮って、その大体中学のところに集まる最初はから、なんか高校のことはなんか LINE で今どこどこの前にいるよみたいな感じで、そうあれしたけど、うん、なんかいっぱい写真撮ったけど自分の顔が全部漏れてなかった。なんか今思うと漏れてない、そうなんか成人式の前撮りとかも今撮りたいって思っちゃうなんか昔より、なんか昔の顔を見ると嫌って思っちゃうか、そう漏れ具合気になりますね。でもなんかなんだかんだなんだ多分、まあ、ちょっとこう人と違うなんか成人式の服とかにしたかったんですよ。まあけど言うて別にそんな人と違うものになってないんですけどねそうって最初は思ってたの。だからもう最初はすごいピンクとかにしようと思ってたんだけど、ちょっとやめた、ピンクじゃなくしたけど赤にした。そうだから最初はピンクがいいって言ってたの。そうでもね赤にしたでもすごい悩んだよ、いろんなところの振袖屋さんに行って、もうすぐ前撮りする。おお。でもね自然光で撮りたかったかも。そうでもなんかイコラブ、今は前回マイカとハナが成人式だったんですけど、なんかね成人式の日に、成人式の日、イコラブの意味での成人式の日になんか
ちゃんとしたカメラマンさんがねこう撮ってくださるんですよ。白のバッグでそういうのをちゃんと引いて敷いて、まあ小道具とかはないけど普通にね撮ってくださるんですよ。でもねそれは今年からで、そうリサ、ノンノ、私、ミリア、サナはなかったんですよ、それが。だからくっそーってくっそーで、でもサナはイコラブでも成人式ができてないから、そう撮ってもらえて、そうくっそーっていうねっていう感じなんですよ。何色がおすすめ？でもなんかもう昔は結構赤とかが多いイメージだったけど、なんか最近はもういろんな色があるから、別に赤がこう人が多いっていうわけじゃ正直ないなって思って、もうどの色にしても多分なんかもうみんな同じような感じじゃない？多分そう。でもまあイコラブの意味でね、そうやってこうグループで成人式をしていただけるだけでも本当に嬉しい、ありがたいんですけど、そうどんどんねグレードアップしてるの。そうでもまあサナはなんだろう、もうイコラブ入った時が二十歳超えてた、成人迎えた後だったんですよ。で私とミリニャはまあイコラブ入ってから成人を迎えて、そうでも成人式をねやっていただいて、そう振袖を着せていただけたのがすごい嬉しくて、その時は水色着たのかな、うん、ありがたい。 でも最近なんか最近っていうか今回から私が司会みたいな感じでお姉さん役として自分で言うお姉さん役としてさ、そうなんかなんだろう MC をするっていう役割をいただいたので、立ち会い人として来年もなのかな、ちょっと分かんないですけど見届けしたいと思います。来年3人なんだっけ、ナナか、ひとみ、いおり、3人って言ってた。そう私のファンの方はそう申し込みづらいっていうね、マイクも言ってたよねまあでもそうだね、私は振袖着ないし、そう主役じゃないので、そのメンバーのねやっぱファンの方が一人でも多く当選してほしいなっていう気持ちはあります。あんな枠はねここのショールームでどういうことがあったか喋ります。成人式ね、成人式行けないかと思ったけど行けたんだよね。大阪の前夜かなんかの次の日だった気がする。でなんか大阪前夜の多分ね、大阪前夜の次の日が広島で成人式で、みんな東京に帰ったりするけど、私はあの家族に車で大阪まで迎えに来てもらってて、そうで広島に帰って2日間ぐらいかな、その成人式の人もう1日ぐらい多分広島にいて、で東京に帰ってきた気がします。多分そうメンバーに成人式行ってらっしゃいって言われて行ってきますって言って、そうで私大特訓中はお休みしちゃったんだよね、多分成人式のちょうど日だったんですよ。だから大特訓中、イコラブ大特訓中ショールームはお休みさせてもらって、そう帰りました。懐かしい。成人式の日朝、でも何時だったんだろう、7時とかだった気がする。なんか美容室に7時ぐらいだった気がするな。
アンナの成人式。あ、でもこっちの携帯に成人式入ってないわ。いや入ってるか。2000私何年、あ、ちょっとだけ入ってますね。やばい、なんかみんな顔が違う、なんか成長してるわ、みんな可愛くなってる。これイコラブの成人式の時、イコラブの成人式の時。私の成人式、これは友達がカメラで撮ってくれた写真。ぽいですよね。ぽいですよね。これが私の赤の。結構派手っちゃ派手なのかな。でもなんかファーは黒とかなんかベージュとかあったけど、私は絶対なんか白が良くて、なんか白って言った気がする。懐かしいな。成人式、そうカープの色カープの色、白いもかね。2年経つ、早いな。友達と撮ってる写真とかが全然こっちの携帯に入ってない。多分あれだな、ファンの方に見せるように多分こっちに多分昔入れたか、まあツイートするために入れたか。だからそう、ツイート用なんだよな。この写真は何回見ても笑っちゃう。キメキメアンナキメキメアンナマジウケる。このさ曲がり具合おもろくない？腰のムカつく。自分で自分で見といてムカつくわ。面白い、ちっちゃい子の写真は格好つけてますね。やばい、揚げもみじが出てきたら食べたくなっちゃった。揚げもみじが出てきた、食べたい食べたい。いやいや、何歳これ。これ小学校、小学校5年生ぐらい多分。毒もですかってね、なんかそういうのやってそうだよね。これも全部小学校6年生ぐらい、5年生か。はあ面白い。うん、これ小56全部多分ね、多分ね。私のダンスもガリガリアンナ、この時マジ痩せてる。もう戻れない、戻れない過去。テレレートレタラタタ。トロトトロトロトロ。パラパラパーパラパラパーパー。
目が出ちゃう。これ高3とかよ。最近懐かしい懐かしい。今日は過去のお話をしました。過去の写真を見せました。携帯に入ってたから。パパー、じゃあ今年成人の皆さんおめでとうございます。違う、来年か。来年成人の皆さんおめでとうございます。早い。6、7、8、9、10、11、12、8ヶ月先ですが言います。じゃあ成人式の心構えとしては、そうですね、意外に行ってみれば楽しい。まあ行かなくてもいいかなって私も正直思った、一瞬ね。けどまあ行ってたよかった。楽しいし、まあいろんな人に会えるです。なので行ってみてください。来年成人の方いるかな。今やっぱ足痺れて動けない。いた方がいいよ、一生の思い出。多分多分ね。でもね、雨だったよ確か。あれ違うかな、途中から雨だった気がする。いや降ってないっけ。何の記憶。そう、いっぱい友達と写真を撮って、ピース。いっぱい写真を撮って、思い出、全部。やっぱ写真に今は残すことができるから大事ですよ。でも私先生に会ってないよ別に、多分成人式で。多分ね。そうだよ、今は携帯で1枚でパシャって、ねえねえ写真撮ろう、え撮ろう撮ろう撮ろう、パシャ、こっちの携帯でも撮ろう、パシャ。ほらこれでもう思い出が残せるんですよ今の時代。便利な携帯ですね。動画も残せる。そうですよ、何でも残せちゃうんですよ。便利便利、とっても便利ですね。いい時代です。そうです、あもういっぱい写真を撮りました。もう一個の携帯に多分入ってるけど、そうよ、すぐ送れる。えでも待って、 LINE 知っとったっけみたいになるけどね。え LINE 知っとるっけみたいな。え知らんっけみたいな。じゃあとりあえず今エアドロしとこうみたいな。そうフルフル汗。そうよ、楽な時代ですよ。すぐフルフルいじるやんみんな。流出気をつけて。フルフル LINE のどういうこと、フルフルじゃなく。そうよ、でもエアドロの方がいいんですよ、多分画質が落ちないから。エアドロ便利。イコラブもめっちゃエアドロ使う、普通に画像ちょうだいみたいな。もうフルフルやめようは、もうフルフルはもうないから。フルフルいじりがひどいな。まだあるのかな、なくなっちゃうんでしょ。フルフル友達ともいっぱい写真撮った気がする。そうでもあんま喋ったことない友達とも撮っちゃうんだよね、ああいう時ってね。撮ろうって言われて撮ろうみたいな。さあなんか何人かで撮った写真で あんま喋ったことない子も入ってるみたいな、あるあるじゃない、なんか成人式あるある。そうこの友達とはめっちゃ親しいから撮ろうってなって撮ったけどみたいな、あんまりまあ知らないノリの子も入ってるみたいな、そうなんか友達の友達みたいな、あるあるだよね。そう、そうノリだよね、あるある。全く知らない子と撮ったこと、あーあるかも。
わかんない、もう覚えてない。そう、全部ノリです。友達の友達はみんな友達。すごい、心が広い心が広い。そう、でもイコラでもまだその時、今の方がもちろんイコラブ月日が2年もプラスで経ってるから、多分知ってくれてる方も増えてるけど、でもその時はだってまだ1年経ってないとかだったので、別にそんな、めなんだろう、まあ、知ってくれてる子は知ってくれてるけど、うん、そんな別に。でも別に誰にも流出されてないもん、私いい人たち思ったよ有名人じゃないよ、日本人意味わからんこと言った。まあ別に流出しようと思えば簡単に流出できる時代ですからね。けどされたことない、別に。まあ別にされてまずいものないけど、ただブサイクっていうぐらいでただの顔面がちょっとやばいっていうぐらいで。でもなんか成人式とかでも男の子となんか2人とかでは撮んなかったもん、絶対に。なんか一歩それで間違えて誤解とかされたくないから、そう、友達を道連れにいっぱいした撮ろうって言われて、別に断るあれもないじゃないですか。そう、断る理由もないから、そんななんか無理ですって、なんかそんななんかね、ぶりたくもないし、アイドルぶりたくもないですし、私はいやちょっと撮れないんですって言えないじゃんそう、だからこうやって、そう、だから別に流出してもいいんだけど、多分そうしたよ全部。そう、だって別にそんななんか「撮れない写真 NG です」とか言えるレベルの人間じゃないからさそう、そんぐらいのねレベルの人だったら言っても恥ずかしくないけどさCD 買ってねって言ったよ、 CD 買ってねって言ったら OK100 枚買うねって、よろしくってよく言ってた。そう、握手会行くねとか言って言われたから待ってるよって言った、全然来ないけどフフ、成人式はノリですそんな感じでそろそろ終わろうかな。今足がしびれて本当にやばい、本当に足がしびれてやばい。ピッポーヘイピッポーピッポーホーホー、終わります、そろそろ。ランキング13位、ナンバー2台湾さん、12位ジッスン、11位セイタ、10位タカヒロンリーさん、ロンリーイコールになってる、9位 MGD さん、8位トモ、7位レグルスさん、6位イトコンさん、5位マサくん、4位ユカリン、3位ヨタビー、2位タコちゃん、1位サシナユイさんです。ありがとうございます。ランダム1人目パチさん、2人目エリくん、3人目なかなかさんです。ありがとうございました。今日は過去話という日でした。急な、明日は何の話が飛び出るでしょうか。それではじゃんけんします、せーの、チケンじゃんけんじゃんけんポー。ね、ダメだね、てか椅子じゃないからだ、足しびれちゃうの、どうしよう。それではおやすみなさい、バイバイおやすみ、バイバイ。